ハピバー俺。はい、真田潤之介、一つ大人になりました。あー潤之介、今日誕生日か。悪い、すっかり忘れてた。おめでとうさん。なんだ潤之介、ニヤニヤして気色悪い。ああ、誕生日なのか。真田、誕生日に騒いで何の意味がある。少しは落ち着いたらどうだ。真田、誕生日なんだ。自分でそんなに主張して恥ずかしくないの？誕生日というだけでそこまで意気盛んになる真田を俺は尊敬する。真田は今日が誕生日か。一つ年を取るのだから少しは落ち着いてくれ。潤之介たおめ、プレゼント何個もらえ。うわ、泣かないでよ。え、今日何かあったっけ。って嘘だよ潤之介、誕生日おめでとな。潤之介誕生日か。よし、今度購買のカレーパンおごるよ。潤之介くん、お誕生日か。やっぱりパーティーピーポーになるの？真田、誕生日なんだよね。唐辛子せんべいを用意してみたんだけど。真田くんはお誕生日の日も面白いね。おめでとう潤之介、誕生日プレゼントをやる。じゃーん、前様サイン入り色紙だ。潤之介、今日は誕生日だよな。あれだけ主張されりゃ忘れないさ。今日は真田の誕生日だったな。覚えてるよ、おめでとう。潤之介、今日お誕生日でしょ。僕と一緒にお絵描きする？誕生日だね潤之介、いつも元気をありがとう。これからもよろしく。